やったか。これでなんとか。霊視エネルギー再び充填されています。そんな。ゼロの手法よりこの機体は無制限の力を得ている。決定的に破壊されない限り敗北はありえないというわけだ。さすがに反則すぎるね。正気を探さないと。君たちの命を奪うつもりは毛頭ないさ。おとなしく降伏して私の理想に協力してくれれば。どうしたってんだ。霊視エネルギーの供給が途絶えた。霊力の供給が途絶えたみたいね。やれやれ、マジで疲れたぜ。やりやがったな。どういうことだ。どうして四方からの供給がいきなり止まるのだ。まあ余計なことをしている暇がなくなったからだろうね。結社の13工房 F ノバルティス。ノバルティス博士、一体どういうことだ。まさか結社が機体に何かを仕掛けていたのか。前にも言ったように、あくまで今回は手伝いでね。良いデータも取れたことだし、そろそろ私も失礼させてもらうよ。契約通り、そちらの最終型とともにね。契約だと？バカな、この機体はこちらが結社から買い上げたものだ。持っていかれる道理などない。いやいや、実は契約内容にちょっとした変更があってね。用済みになった機体をこちらに回収させてもらうよう取り計らってくれたのだよ。閣下の御令嬢マリアベル・クロイス嬢がね。その通りですわ。この声はベル。ベル、これは一体、それに一体どこにいるんだ。オルキスタワーではないのか。私はとっくにそちらを後にしていますわ。キーヤさんたちと一緒に。確かにどのフロアにもいなかったみたいだけど。アリオさん。おじき、シャーリー。ブラッディ・シャーリー。バルドさんまで。やはり彼らと一緒だったか。盛り上がってきたね。どういうことだ。
君たちは私を裏切ったというのか。大統領、申し訳ありません。しかし私はもともとあなたの計画に協力していたわけではありません。先生ともマリアベル城の計画に協力していただけです。先生、まさか。ああ、その通りだ。嘘だろ。まさかそう来るとはね。その様子ではロイド君は私の関与に気づいていたのかな。ええ、ニールセンという記者の方がヒントをくれましたから。それとピート君や墓守のご老人キリカさんやレクターさんの指摘、全てのフラグメントが最終的にあなたの関与を指し示していました。どうやら完全にガイ君に追いついたようだね。グリムウッド先生、これはどういうことですか。確かに先生にはいろいろと相談に乗ってもらいはしたが。ああ、君は本当に教えがいのある生徒だったよ。経営者としては超一流だし、政治家としても悪くはなかった。無双化すぎるという致命的な欠点を除けばね。お父様はご自分の考えで全てがうまく運んだと思ってらっしゃるようですが、その実先生の用意したシナリオに誘導されていただけですわ。教団の扱い、通商会議の段取り、クロスベル氏襲撃から独立宣言まで、そのアイデアのもとを最初にお父様に囁いたのはどなたでしたかしら。このまま君がうまくやれば表に出るつもりはなかったが、どうやらフィクサーとしてのみとどまってはいられないようだ。青木ゼロの計画、このまま遂行させてもらうよ。青木ゼロ、なんだそれは。ゼロの司法の完成形、時空を支配し因果律を組み替える青の大樹、その新たなる誕生ですわ。この光は青い光。何なんせ湿地帯のあたりです。あれはこれは大樹。素晴らしい、まさに得意点の産物。かの潮の杭をはるかに超える予定外の奇跡というべきか。待ってくれ、あの巨大な木がゼロの司法の完成形って。キリアちゃんは、あの子は一体どこに。
何を言っているのかしら。キーヤさんならほら、そこからも見えているでしょ。あの青の大樹こそキーヤさんそのものですわ。彼女の心と体が失われたというわけではない。そのあたりは安心するがいい。だがこれより彼女は全ての調停者となる。彼女にとっても君たちにとっても悪い結果にはならないはずだ。できれば見守ってあげてほしい。一体何を。わけわからなさすぎだぜ。本当そうだよね。でも楽しければそれでいいんじゃないね、リーシャ。まあ邪魔するつもりなら遠慮なく相手をしてやろう。これも契約のうちだからな。こいつらの企みは知ったこっちゃないが、来るんなら今度こそ徹底的に潰してやるぜ。なあワジバルト。それでは皆さんごきげんよう。それとお父さんも今までお世話になりましたわ。単純でロマンチストで愚かしくはありましたけれど、私お父様のことが決して嫌いではありませんでした。ベール。役目がなければ私も最後まで付き合うんだが、まあせいぜい遠くの地で続報を聞かせてもらうとしよう。それでは失礼するよ。無駄だとは思うが、せいぜいあがいてみたまえ。有意義なデータを残してもらう意味でもね。引っかき回すだけ引っかき回してとんずらかよ。皆さん無事ですか。二人とも今のは一体。それにあの巨大な木のようなものは何だ。それが何と言ったらいいか。どうやらまだ終わりじゃないみたいだな。課長、下の方は大丈夫なんすか。ああ、魔導兵どもが消えたんで無事タワーに乗り込めた。しかし一体何がどうなってやがる。はい、それがロイド・レガン과장에게일련의경위에대해설명했다。そんなことって、まさかイアン先生が黒幕の一人だったとは。なるほどな。政財界に国際情勢、警察にギルド、さまざまな裏事情にも通じている人物か。あの先生がその気になれば確かに全てを段取れただろう。問題は動機だが、今はそれどころじゃなさそうだ。はい、ワジ、メルカバを呼んでもらえるか。そう言うと思ったよ。行くのか。ええ、もはや警察の仕事とは言えないかもしれません。ですがキーヤと全ての真実があそこで待っている以上、俺には放っておきません。私もです。ベルを止めないと。まあここまで来たら
一蓮托生は当然かと。おじきたちも手ぐすね引いて待ってるみてえだしな。私も付き合わせてもらいます。まあメルカバを提供するんだし、僕も付き合わせてもらうよ。バルドとの決着もつける必要がありそうだしね。私も彼女と決着をつける必要があります。私自身のけじめのためにも。マクレインとイアン先生の両名については詳しい事情聴取の必要もあります。私も同行するつもりです。止めても無駄そうだな。大統領の身柄も含めて市内とタワーの方は任せておけ。お前たちはお前たちで納得できるまでやってこい。特務支援課として何よりもお前たち自身として。はい。しかしまあとんでもねえのが現れたよな。本当にあれキーヤちゃんが出現させたんですか？ええ、間違いなさそうです。青の大樹、人による司法の完成形か。よもや人の子らの猛襲がここまでしてのけるとは。あの大樹がどんな力を持っているのか君にもわからないんだ。うん、ただあの青い光からは尋常ならざるものを感じる。必要の力のすべて、特に幻、時、空を合わせ持つというべきか。もともとゼロの司法は幻の司法を再現するために黒伊助の手で創造された。その過程で時と空まで合わせ持ったということかしら。うん、正直私にもどこまでのことができるのか見当もつかぬくらいだ。というよりできないことはないと言ってもいいのかもしれん。なんとまあ、エイドスに匹敵する力か。いずれにしても俺たちのやることは変わらない。アリオスさん、マリアベルさん、イアン先生たち、彼らの真意を確かめつつこの手でキーヤを取り戻すだけだ。ええ、はい。いやー、なんていうかマジでむしゃぶるいしてきたわね。グレイス、どうしてお前がここにいる？マクダエル議長と一緒に船を降りたのではなかったのか？うっさいわね。私の勝手でしょ。それにクロスベル市民だって今回の顛末は知りたがるはずよ。まあそのあたりのフォローは任せなさいって。いまいち不安ですが。いずれにせよ乗り込む前に準備はしといた方が良さそうだな。そうですね、何が待ち受けているか分かりませんし。各地の戦闘も終わったし、今ならクロスベルのどこにでもメルカバで降りられるだろう。必要だったら指示するといい。ああ、分かった。